西恩寺は山梨県南部町福祉にある臨在修明神寺派の寺院。古くは天台州、三号は福祉山、本尊は釈迦如来。所在する南部町福祉は山梨県南部の河内地方のさらに最南部に位置し、静岡県との県境に近い。一帯は山間部で。西恩寺の東には富士川が流れ、中世、近世には海。 駿河間を結ぶ寸州王冠が通過する。平安時代後期に河治両は、海、源氏の一族である南部氏が漁していたが、南部氏の一族は東北地方の道の区国へ移住した。その後、戦国時代に河治両は、海主後、武田氏の一族である穴山氏が入部し、有力国衆となる。 一方、河内南部では残留した河内南部市の一族が抵抗したという、河内南部市は穴山市と構想し、やがて河内南部市は駆逐され、穴山市による河内領支配が完成する。戦国期に会話しご竹田市と有力国衆、他国勢力が関係した複雑な乱国状態となる。穴山市は駿河今川市に従属し、 戦国大名となった武田氏と抗争していたが、やがて従属して、家臣となる。穴山氏は、武田、今川間の和睦を仲介し、現在の南部町内線の穴山氏間を本拠とした。後に、身野部町下山の下山間に本拠を移転する。こうした歴史的経緯の中で西恩寺近辺には、穴山氏に関わる史跡が、数多く分布し、 福祉の新種の鳥出や木の絵春国境の万座沢口口止め番所、穴山家臣の館跡などが分布する。穴山市館は西恩寺から北方に位置する。海の国社記寺記によれば千八百六十八年に遺書書を提出しており、福祉村で唯一の寺院であったという、確実な記録による創建年代は不詳であるが、次元では平安時代中期の長久年間の創建を伝え、 当初は、天台衆人院であったという。二階堂には、行規作の阿弥陀三尊像が安置されていたとする伝承を持ち、室町時代の大江年間に立沖縄が臨済衆人院として再興されたという。A61 年の駿河今川両国への進行では、武田信玄が参詣し、治療を寄進したと言われる。 武田氏が大旦那であるかは不明だが、河内領主の穴山氏の保護を受け、穴山信君、かつ勝よきの金星や胸別書役免除の文書が残されている。穴山氏は信君が、天正10年6月2日の本能寺の変に際して、上方で応死し、続き徳川家康の日護の元当主となった、勝つちも元服後の天正15年に病死し、断絶しており、 勝ツチの母、賢秀院は当時を勝ツチの母大寺としている、穴山氏の当主、勝ツチの肖像。勝ツチは、信ぶ君の子で、売説が、天正十年六月二日の本能寺の変の混乱に、際して、髪型で押ししたため、幼くして、当主となる。勝ツチは、当主となった時点で、まだ元服前であり、さらに買い、品野の武田医療をめぐる天正人後の乱が、 発生したため、穴山家臣は徳川家康に庇護される。勝千代は天正15年に減服するが、同年6月7日に放送のため16歳で死去した。勝千代の肖像は天正19年のもので、寸法は縦90.5センチメートル、横49.5センチメートル、桂岩徳法による三分がある。本像は、 かつ千代の死を哀れんだ聖母の未成員が制作したもので折り帽子をかぶる原服を終えた少年の姿として描かれている。小袖の右側には穴山氏の家紋である三世花火師が描かれている。ありがとうございます。